部屋の広さが伝わる動画ですね、これは。はい、ドン。自分の部屋が8畳ぐらいあるのにわずか2畳しか使ってない女、どうも響き的のポップです。こんばんは。はい、すいません、ホラー映像をお届けしてしまいました。ちょっと明るすぎるね。これは明るすぎるのでこれぐらいかな。はい、顔が薄いのはごめんなさい。ちょっとお風呂上がりのすっぴんで本日はやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日司会進行を務めさせていただきます。私、平日は OL、 週末は居酒屋プロテイン、あとバンド、その他もろもろ音楽活動をやっております。響き的なポップです。よろしくお願いします。好きな食べ物はハンバーグ、好きな芸能人はロバートの秋山さんです。よろしくお願いします。イエーイ。変な画角。はい、ということで本日はちょっと外うるせえ。夜のこっちとは夜の夜中の2時だぜ。みんな寝てんのに。ということで私は寝てないので、まあ、そんなに怒らないんですけれども、あのバイクがスウォードで走り去っていきました。仕方ないです。私の家は大きな通りに面している、ちょっと面しているのでこんなこともあるんですね。ということで前置きが長くなってしまいましたが、本日は私の好きなもの紹介。あの私のチャンネル別に音楽だけに特化をするしようと思っているわけではないので、たまにはちょっとね、あの別の音楽以外の話もしようかなと思って、今日はこちらですね。私の好きな本をちょっと紹介したいなと思いまして、こちらにご用意してました。こちらなんですけど全部作家さんが一緒にでして、はい、タイトルはこちら、こちらから、夢に迷ってタクシーを呼んだ、すべて忘れてしまうからブルーハワイ。はい、ということでこちら3冊。こちら作者が萌柄さんという方でして、あの私がすごく好きな作家さんですね。あのこちらの短編のエッセイになってまして、非常に読みやすい作品になっております。あの萌柄さんの作品はですね、なんて言うんでしょう、この表紙だったり中に入ってる挿絵とか写真が入ってるんですけど、それが本当に美しくてめちゃめちゃタイプなんですよね。このなんかこれは絵だね、これはなんか抽象的な感じのあれなんですけど、本当にタイプで、もちろん中身もすごく好きなんですけど、あのなんかドラマ化されるらしくて10月から。そうなんでちょっとこの機会で紹介してみました。知ってる人いるかな、知ってる人いたら嬉しいな、萌柄さん。はい、まあ、あの私も全部持ってるわけじゃないんで、今後もちょっとあのコレクションしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、今の時代本当にあの活字を読む文化っていうのがねどんどん少なくなってきてるんじゃないかなって思うんですよ。まあ、私もね、やっぱりこう、スマホばっかり見ちゃう、ね、人間なので、たまには活字をと思って本をね読むように心がけたいなって思いながらも、やっぱりスマホを見てしまうことが多いんですけど、でもね、あの好きな作家さんがいることでね、こうやって好きな本を読める楽しさがあるということで、皆さんのおすすめもありましたらぜひコメントで教えてください。難しい本は私読めないので、そちらはよろしくお願いします。はい、ということで今日はめちゃめちゃ緩い内容で申し訳ないです。皆さんまだ残暑が続きますけれども、お体にお気をつけて楽しんでいきましょう。私は
あの失った夏を取り戻すために来月はユニバとディズニーシーに行くんで、もうあの今からあの夏を迎える準備をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで以上響きテクノポップでした。じゃあねー、もう寝ます。おやすみなさい。